はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりましたけど、ダイバケネスってなわけで、今回もベイブレードを紹介していきたいと思います。まあ今回はですね、冒頭でサムネでちょっとねかっこよく出てると思います。頑張って撮りました。はい、ウルトラマンオーブに出てくるあれをちょっとねお借りして光の力をお借りしますって言って、で頑張って撮ったんですけれどもね。はい、というわけで早速ね、このウルトラマンみたいなベイブレードカスタマイズ、オリジナルなので多分誰もこの感じはやってないんじゃないかな。あーおーち、よかった、バーストしなくて。あ、ノーロックだ、よかったじゃあ早速ねタイムを測っていきましょう。こいつどれほど回るのかと。いきまーす、ウルトラマン、いきます、 3,2,1 ゴーシュまあアタッカーなんで、軸先がアタッカーなので、回っても50秒あたりだと思うんですよね。まあちょっと個人的な意見なんですけれども、まあ50秒回ればね、アタッカーとしてはなかなかまあ粘り気のある感じになりますよという感じですね。はい、まあさすがにこのカスタマイズだと1分はいかないと思います。いって50秒かな。まあもう見た目だからね、もう今回見た目ですから。はい、もうウルトラマンカスタマイズを作りたくて作りたくて仕方がなかったんだよね。はい、おまあとりあえずまあ50秒はいきそうですね。50秒いきました、50秒突破。はい、そしてここからどうなるかだね。お8 9、おい1分超えてんじゃん。おマジ1分4秒、マジかお前、ウルトラマンさん光の力半端ないっすね。マジか、こんなにお強かったのあなた、作ってよかった作ってよかった俺。へー、じゃあなんかと戦わせっか。じゃあちょっと高級感溢れる感じのこいつと戦わせていきたいと思います。まあ同じワイルドバイバンですね。いきまーす。3、2、1、ゴーシュー。ラッシュシュートかまそう。3、2、1、ゴーシュー。ウルトラマン強し。時計はどかすわ、敵はバーストするわ。おいおい、鉄に何回当たってもバーストしないんだけど、なんでこいつ強いのこんなに。ロック普通だよね、バーストもするしね、大丈夫だよね。え、なんでこんな強いんだろう。なんかカスタマイズによってさ、ベイってなんかバーストしなくなるよね。はい、というわけでじゃあここら辺で終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。